井田翔吾と申します。今日は自己紹介をしていきます。1992年の3月1日生まれです。読書会を開催している時にいつも最初に自己紹介で言っているのが、ちょうど100年前が、芥川龍之介の誕生日で、同じような経験をしているところもあるので、いろいろとちょっと縁を感じたりしています。札幌ゼロ読書会という読書会を主催をしています。一人でやってます。2017年の4月から開催をしています。で、オンラインでもやってたりします。本を語る、人とつながるということをテーマに、月に3回主に札幌ではあるんですけども開催をしています。読書会を開こうと思ったきっかけというのは、もともとはいろんな読書会に参加する参加者という立場ではあったんですけども、どうしても休日がなかなか、合わずで、読書会に参加することができなくて、でも読書会やっぱり楽しいなとか感じることがとても多かったので、それでちょっと、自分でもやってみようかなということを、札幌で一人暮らしを始めてちょっと落ち着いたところを、きっかけに始めるようになりました。読書会といってもやっぱりいろいろなタイプがあるとは思うんですけども、私が主にやってるのは3つありまして、1つ目は本の話をしようというタイトルなんですけれども、それぞれ、紹介したい本を持ち寄って、5分ぐらい大体の目安ですね、で紹介をして、皆さんの紹介が終わったら、お茶会のように本を手に取り合ってお話をするという読書会を1つ目ですね、やってます。2つ目はリードフォーアクションっていうんですけれども、本を読むかに何かしらの目的があると思うんですよね。でその目的達成のためにいろいろなワークを通して、皆さんとシェアをし合いながらやっていくアクティブラーニングですね、読書会をやってます。もう一つはビブリオバトルですね。本の話を一緒にちょっと近いところもあるんですけれども、5分間、時間きっちりプレゼンをして、皆さんの発表があったら、チャンプ本といって一番読みたくなった本を決めるっていうのをやってます。いろんな読書会のタイプいろいろあるんですけども、どれも私自身もそうなんですけども、参加者の方にも満足いただいているかなというふうに思ってます。で私はビブリオセラピストとして、活動してるんですけども、日本読書療法学会というところですね。もう特に資格とかはいらないので、メールを送っていうところで会員になって、勝手に名乗らせてもらってます。で私自身も病気を経験したりする中で、やっぱり本って読むと心を豊かにしてくれるいいものだなと思いますし、それこそ本を読むことの素晴らしさを、読書会通じてだったりとかですとかブログで書いたりして、多くの人と共有して、一人でも多くの人にそういうふうな魅力を伝えたいなというふうに思ってます。自分自身の経験を伝えることで、より良い生活になったらいいなというふうに思ってます。一つ私のモットーとしましては、無理しない、焦らない、落ち着く、よりよく生きるってことをモットーに、生活していますので、これからも何かそういう情報発信ですとか、読んだ本の感想の記録含めてブログと動画等で伝えていけたらいいなというふうに思います。で今はオンラインでもいろいろ読書会開いてやっていますので、遠方の方でもぜひ気軽にご参加いただけるといいかなというふうに思います。では今日はこんな感じです。ありがとうございました。